どうも、今日は、木曜日なんで、観葉植物に水やりをしていきます。で、今日は2週間に一遍のですね、肥料ですね。これ、こういう肥料をあげる日になります。肥料をあげていきます。肥料をあげます。この地道なね、このしっかりと決めてですね、週間にいっぺん水を肥料をやるとか、週間にいっぺん水をしっかりやるとかね、2人に当ててやるとか、そういうことをすることによってこう育っていくというところです。今日はさ、母親がでかいなー言ってましたけどね、このこれですね、この葉っぱでかいなー言ってましたけど、確かにでかいですね。ということで、このいつものように水やり、肥料をやって水やりをするというところです。下からこう出てきたら、こうしっかりとこう水分が回っているというところで、あ、出てきました。今出てきましたね。これ見えてるのかな。うん、出てきました。で、この間ちょっと、肥料をね、元に戻してきます。ということで、肥料を、元の位置に戻してきて、今水やりをして、こうしっかりと下から水が出てきている、ジャバジャバ出てきている状態で、いつも見慣れた、状態やとは思うんですけども、うん、そうですね、まだね、こう暑いんでね、しっかりまだ育ってますね。いい感じです。ちょっと強め。今日はね、おはぎを食べる日になるとね、まあ、おはぎ買おうかな。粒あんとこしないと僕粒あんの方が好きですけど、まあ食べようかな、まあ、そんな話をするんですね。そうですね、そろそろ次の観葉植物ですね。これのね、水はけというか、こう土がなんか硬いか知らないですけど、なかなか下からこう、水が出てこない状態になるんですけど、この観葉植物の感じ。なかなか下から水が出てこないしね。ちょっとずつ今水が下から出てきてますので、もうちょっとこう水をやるという形ですね。いつもこのね、前、玄関の前、こう人がね、こう何人かが通ったりするんですけど、通勤でね、今日は祝日なんで、あまり人が通らないということですね。
なんかあんまりこう出てこないですね、下。なんか水はけが悪いんで下からなかなか水が、先週よりも出てきてないような感じがこうしてますけどね、うん、まあしょうがないですね。次のこのクルシアロゼアですね、このクルシアロゼアにこう上げていきます。ここですね、やっぱ下から出てきてますね。そしたらちょっとアングル変えていきますね。アングル変えました。ちょっと強いですね。ちょっと緩めますね。これぐらいか。ちょっと上から溢れそうになっとるんで、うん、で下からこういうふうに水がこう出てきてる、いつものままあれになりますけどね。うん。で、葉っぱに関してはですね、こういう感じですね。よくこう育ってくれてるんで、非常にね、これでかく、ほんまにでかいですね、今日。その母親はこれを置い、玄関先にちょっと置いてたんですよね。でかいなぁ言っててね、大きいな言ってたんですけど、確かにこう大きいですよね、大きくなってて。うん。そしてこっち。こっちもね、だから置いてる、こう、なんていうんですかね、こう、壁を背に置いてるんでね、こっち側には広がってるんですけども、うん、こっち側、うん、手前側にはこう葉っぱはこう伸びてきてないかなと。でクルシアロゼアはそこまで、まあちょっと上の方ね、これね、これが葉っぱがこう生えてきたかなというような感じですね。うんうん、まあまあ、うん、いいんじゃないでしょうか。まあこれがね、もう見事にいうかこう枯れてきおるんでね、冬になるとね、うん、今の間だけですよね、こんだけ育ってるのが見れるのがね、これが冬になったら1枚か2枚、ほんまに1枚か2枚だけになっちゃうんですよね。でまた、来年のね、こう春、夏に向けてまたこう生えてくるという形になるというところですね。ということで、今週のね、観葉植物日記、の水やりですね、終わらせていただきます。以上です。